カッタ君は山口県の宇部市にある時は公園で話し飼いにされていたオスの桃色ペリカンである。両足に赤いリングが付けられていたのが特徴。宇部市 A バスに描かれたカッタ君のイラスト1985年7月8日、日本初の人口孵化によって誕生したペリカンである。名前は彼の両親のふるさとであるインドのカルカッタにちなんで名付けられた。 幼い頃から人間の手によって育てられたこともあって人間を怖がらない性格であり生後しばらくして頻繁に公園周辺の海岸や団地、学校などに飛来するようになる。特に公園近くの私立名校幼稚園には定期的に訪れるようになり園児たちが元気に歌う僕のミックスジュースという歌に合わせて体を動かすなど 子供たちと戯れる様子がテレビニュースなどで報道されたこともあって全国的に有名となった。1989年には明るい話題を提供したとのことで日本動物愛護協会より表彰を受けている。1995年7月15日にはカッタくん物語のタイトルでカッタくんをモデルとしたアニメ映画が制作され全国で上映されている。これらのことから現在では 宇部市の実質的なマスコットキャラクター的存在となっており、宇部市 A バスの観光バスの車体など各所で、カッタ君のイラストを見ることができる。1997年7月22日、カッタ君を含むペリカン7話が花火に驚き行方、不明となる。その後、カッタ君を、豊浦郡豊浦町の川田の漁港駐車場で、無事保護。 2008年7月16日午後、公園を訪れた人が公園内のベリカン島で、カッタ君が死亡しているのを発見した。発見前日までは、元気な姿が目撃されており、16日午後に死亡したと見られている。23歳ボつ。人間で言えば40歳過ぎに当たるという。亡くなった時点で、1羽の息子、6羽の娘、2羽の孫が、いた。 ありがとうございます。